はい、どうもぬいさんぽでございます。皆さんご機嫌いかがでしょうか。というわけで、本日はですね、私ぬいさんぽのダブルスの試合を見ていただきながら、まあ、前衛についてねちょっとお話ししていけたらなと思います。ダブルスやっててね、平行陣組んだ時に、まあ相手のボールをスルーしてしまって、今の俺やったみたいなね、ポイント結構あったりすると思うんですよ。逆に言うたら、今のお前のボールちゃんみたいなのもねあると思うんですけどね。今日はそんなありがちなシチュエーションから生まれるサービスブレイクの、まあ、前衛の有罪か無罪か、この辺をねちょっと解いていきたいなと思います。結構ね皆さんも経験あるとは思うんですけど、まあ平行陣組んでて自分が前衛ですよ。たまたま二人ともスルーしてしまった時にペア見たら、なんで取らへんのみたいな、死んだ魚のような目で見られることないですか。いやマジでひどいやつやったら、ストレート打たれて一歩も動けんと抜かれた挙句ですね、真顔であなたの責任ですみたいな顔して見てくるやついるでしょ。あとはね、自分全然動かへんのにめちゃめちゃロブケアとか言ってきたりね、もう口ばっかり出してくるやつ、お前はもうクララかっていうぐらいのね。今回の動画ですね、そんな全国のクララさんにはまあ立っていただくと、そしてね死んだ魚の皆さんには鮮魚になっていただきたいというね、思いを込めた動画になります。基本的にはトークメインで、まあ、要所要所解説入れながら、進めていきたいと思いますんで、最後までね皆さんお付き合いいただければと思います。それでは本編どうぞ。はい、というわけで早速やっていきたいと思います。今回のメンバーはですね、手前ぬいさんぽのペアが、弟子ですね。そして相手側が、鳥ごぼうともみまんというおなじみのメンバーでやっていきたいと思います。皆さん分かってらっしゃると思いますけど、やっぱりねダブルスにおいて前衛の力ってすごく重要なんですよね。特にサービスゲームは前衛がやっぱり良くないとキープできないっていう部分もあります。もちろんねサーブの力だけでねポイントを取っていくっていう方もいらっしゃると思いますけど、やっぱりねサーブに不安を抱える方っていうの結構多くて、なかなかねサーブの力、サーブの単体の力だけでポイントを取っていくっていうのは正直難しいのが現実です。そこでねダブルスやってて思うのは、サービスゲームブレイクされる責任っていうのは基本的に前衛ですね。前衛のせいでブレイクされます。もちろんねサーブする人がアンダーサーブやったりとか、ダブルホルト3本するとか、そういう愚行を働かない限りは、まあ基本的には、まあ、前衛の責任ですよね。極端に言うてますけど、もちろんサーブの責任でもありますからね。別に全てが全て前衛の責任ではないですからね。まあ僕の話で言うと、弟子とねダブルスよく組むんですけど、どちらかと言うたら弟子のサーブの方がブレイクされやすいですね。僕のサーブの方が、ブレイクされにくい、はい、っていうのはやっぱり僕のサーブの時に弟子がきっちり動いてくれるから、逆に弟子のサーブの時に、まあ、僕の動きが甘かったりする時があるんですよね。効率的な前衛の動き方とかっていうもろダブルスのね、動画出したりもしてますけど、実際ね、たまに甘い動きの時もあります。ですので今動画の中では僕ぬいさんぽがサーブしてるんですけど、この形が一番鉄板ですよね、はい、なので僕の方からいつもねサーブ行くようにしてます。逆にこの相手チームの鳥ごぼうともみまんチームの分析をすると、もみまんはどちらかというとシングルスプレイヤー、ストロークが得意で、前衛の動きとサーブはそんなに得意ではない。逆に、鳥ごぼうは、オールラウンダーで、まあ、ボレーが結構うまいですね。で前衛の動きもしっかりするし、サーブもまあまあいい。でもこのもみまんがサーブの時の方がブレイクは圧倒的にしにくいですね。それはやっぱり鳥ごぼうがきっちり前衛の仕事をしてるからであって、決してもみまんのサーブがいいわけではない。こんなん言うとったらちょっともみまんの悪口ばっかりになるんですけど、正直リターンは絶対もみまんの方がうまいです。リターンもねやっぱりダブルスの重要な要素の一つですからね。決して悪口ばっかり言ってるわけではないので、はい、というわけでここでちょっと弟子サーブに移り変わるんですが、まあ、ここで僕の前衛の動きを見ていただきたいと思います。はい、一応プレッシャーはかけれてるんですけど、ここちょっと動かなくてクララみたいになってますね。はい、全然見てるだけの状態になってますけど、一応プレッシャーはかけてるつもりです。ここもねこういうストレートに打たせるっていうような動きをして、
一応ね、あの前衛の役割を果たそうとはしてます。まあ結構僕も感じることあるんですけど、どうしてもね、ここもクララみたいになってますよねちょっとぬい散歩クララ説あるな。で、まあ僕前衛の動きしてていつも思うのが、やっぱりね、この前衛の動きって結構責任っていうのが伴ってくるんですよ。やっぱりね、あの動くと、リスクが抜かれるっていうリスクが伴いますし、それやったら動かんと自分に責任はないっていうように見せかけて、全部サーバー側の責任にしてしまおうみたいなね、そういう風に思ってる人はいないと思いますけど、本能的に思ってしまうことがやっぱりあると思うんですよね。そういう時に、まあどれだけね、前衛として罪をかぶりながらも、効果的な動きができるかっていうところがすごくダブルスでは重要になってきます。で、この動画の中の試合の話に戻るんですけど、まあこのゲームね、ブレイクするんですよ、結果として。というのがやっぱりね、あのモミマンの前衛の動きが甘かったっていうのが一つ原因に挙げられます。まあもちろんね、鳥ごぼうのサーブが入ってなかったっていうのも、原因の一つではありますけど、やっぱり前衛が動けてないっていうのが、僕らにとっては、リターンする側にとっては非常に楽でしたよね。まあ結果論になりますけど、やっぱりね、モミマンの立ち位置がどちらかというとストレートをケアした立ち位置で、ストレート抜かれないように、あとはもう、鳥ごぼうのファーストボレー力に任せようみたいな、ところが出てしまってるので、前衛の僕もね、動きやすい形になってますよね。ここでね、私ぬい散歩のサーブに戻ってくるわけなんですけど、最初の1本まあいいリターン受けてちょっとねポイント取られてしまうんですが、まあこのゲームね、あと弟子がしっかり前で動いてくれて、まあ簡単にキープという流れになります。やっぱりね、前衛がしっかり決めてくれるのと、まあ動いて決めてくれるのと、動かないでサーブ単体の力だけでポイント取っていくのとではもう全然違いますよね。正直ね、僕サーブの時はあんまりファーストボレーのこと考えてません。いかにきっちりいいところにセカンドサーブでもファーストサーブでも入れることができるか、これを常に考えてます。これができれば確実に、まあ弟子が決めてくれると思ってるので、もう僕ら2人で僕のサービスがブレイクされた時にはもう終わりやと思ってます。はい、逆にこの弟子のサーブがブレイクされても全然取り返しつくなっていう感じなんですけど、僕のサーブがブレイクされた時はもうこれは、この世の終わりかなっていう感じでやってます。まあ僕らのサービスゲームのモチベーションってそういう感じでやってます。で、ちょっとこのポイント注目してもらいたいんです。ちょっと見といてください。あ、違うわこれこのポイントですわ、このポイント。はい、リターンダッシュして前出ていってセンター抜かれる。これどっちが悪いのか。このシチュエーションってダブルスで結構あるあるなんですけど、客観的に見るとね、今の 100% 僕が悪いって分かる人の方が多いと思うんですよ。ただ実際コートの中に入ってやってみると、結構自分が悪いって分からん人多かったりする。基本的にセンター抜かれるのは後衛側の全責任です。どんな形であれ、どんなに前衛が取りそうな位置におったとしても、センター抜かれるのは全部後衛側の責任です。あとね、アングル、クロスのアングル抜かれるのは僕は前衛側の責任やと思ってます。ここについてはもうちょっと別の機会にじっくり話していきたいと思いますんで、ちょっと置いときますけど、そういうことですね。で、もう一つ前衛の良くない例として、決めれるボールだけ出に来る人、これ結構多いんですよね。やっぱり前衛はポイントを取る主義の人が結構多くて、やっぱり僕の考えの中では前衛っていうのはあくまでもプレッシャーをかけて、ミスさせるっていう役割が重要だと思ってます。後衛側の人がね、フォアのハイボレーで待ってんのにわざわざ出てきてバックのハイでガチャってミスるっていうね、それされたらもう萎えますよね。やってる人ってほとんど自覚ないんですよ。でも後ろから見たら丸分かりなので、やっぱその辺はね、ある程度自覚を持てるように、もうその後ろの人のポジショニングまで、分かった上で、ボレーしていくっていうのは、前衛のスキルの一つかもしれませんね。はい、というわけでベラベラ喋ってたらなんか試合終わってもうてましたね。はい、まだまだねちょっと喋り足りんことあるんですけど、またこれは別の機会にちょっと、いろいろとお話ししていこうと思います。はい、それではね、ちょっとこの話が参考になったなと思う方はぜひね、高評価を押していただいたら嬉しいです。というわけで今日はこんなところで終わらせていただきます。おっさんぽ、バイバイ。